皆さんこんにちは、ベストでございます。横綱物語続きやってまいりたいと思います。仙台で60回目ですね。61回目、夏場所の場所売稽古となります。さあついに十条さんもね、九条さんによりお先に横綱上がりましたね。七条さんはもうちょっといろいろ衰えすぎて分かんなくなってきてるけどね。はい、衣旦那さんは3回申し合いやってまたね小遣いですね。で、十条さんは完成して3場所目ね。で、塩小路さんは今回はこれはどっちやろ、違うわ、柔軟性だ。柔軟性がまずこっちの下と。で、寺之内さんは小遣い上げたばっかりなんで、申し合い、これは、300切ってるから3上がるでしょ。で、あとどうするかやね。何も考えてなかったけど。でもね、集中力、さっき上げていこうかな、いう感じかな。まあ、5回、今で295なので、7、9、3、3回は上がるんでね。で、3回上がればもう集中力のみになるから、上半身は4なんでね。まあ、鉄砲やったとしてね。まあ、集中力上がるのって、四股とあれぐらいしかないんで、鉄砲ぐらいしかないんでね。で、八条さんは、うわ、持続力やん、また。ついに60割っちゃった。まあ、それでも強いから、素敵よね。で、九条さんが現在26歳、27歳の横綱昇進はあるんかっていうところですね。で、倉口さんは鉄砲、4回やったことかい。で、諸橋さんどうしようかな。来場所から上半身、今回の小遣い終わってから上半身と考えてるので、鉄砲と上半身瞬発力4つ上げて判断力2ついきましょうか。1個ずつ上げてね。あ、で、瞬発だけ83にフェーズ合わせようか。で、北山さんは上半身といきたいんですけど、39中性子割ったらやる気なしモードになっちゃうんで、明日とりあえず小遣いで54から、10日間やから64で終了になるのかな。はい、では、あれ終わったよね。今なんかすごい残像を見た。あ、終わってる終わってる。はい、では2日目。七条さんが下降戦か。はい、もう試合で、中条さん、中条さんどっちだったっけ、見てなかったな。で、翔子さんはね、不調でしたね。絶好調でしたね。で、こっから鉄砲行こう。これで297。判断、まあ、ええか。判断力あると、出世しちゃうからな。もう鉄砲でいいと思う。八条さんは上り坂で、九条さんは下り坂で、こっちも鉄砲。倉森さんはまだ関係ないね、重量やけどね。で、下半身で、次持続力やってっていうところか。で、ここで小遣い、はい、ごっつぁんです。で、60なるんで、あと10日間か。10日間上半身で64っていうところやね。はい、3日目でございます。
これで明日小遣いね。はい、中条さん絶好調か。あー、横綱初場所も期待できそうですね。で、鉄砲これで299、あと1回2ポイント上がるはずですからね。で、こっちも鉄砲あと2回やって、で運べし、うん、であと次のクールで、瞬発力2つ上げた後判断力1個だけ上げようかね。で、上半身鍛錬、あでもギリギリまでねあれしたいけどな。4日目です。出世が早くな、まあ早い早いに越したことないんやけどね。はい、小遣いボタンでーす。衰えが早いからな。はい、ここまで。で、明日からは集中力が単独になるはず。うん。ああね。で、クラムグシさんは明日お小遣い。で、室町さんはぶつかり稽古を2つ、上半身56、5日目です。再開。で、ここからはもうね、そうね、集中力しか上がらないんでね、まあ、言うてるうちに上半身もゼロになっちゃうんでしょう、なるでしょう。で、小遣い、はい、はい、ごっつぁんでーす。室町さんはもう一回、ぶつかりやって、で、あと一回はもう試合しましょう。今日は上がんない。はい、6日目。あと、6回。あ、6回やから、あ、瞬発力も45円のところでお小遣いやね。中条さんが途中のリンクあったからね、こんなパラになっちゃいましたけど。はい、で、こっちは小遣いまで鉄砲ですね。鉄砲再開。で、これで明日お小遣いね。で、その後から、3入れて、うん、13ポイントもね、振っちゃうと99になっちゃうからね。まあお小遣いで目減りしたとしても98か。
はい、7日目でございます。うん、次で判断力が40。テポね。で、お小遣い、はい、はい、ごっつぁんでーす。どうしようかな。36、あ、10で93持ってきてもいいけどね。まあでも、もう来場所から上半身入れとかないとね、始まらないんで、幕下送ってくれればね、それでいいんですけどね。はい、横見いきましょう。判断力がね、40超えしましたね。ああ、そうか、九条さんか。上半身いっちゃうかやね。2ずつ上げるのも手ではあるんですけどね。8、9、10、11、12、13。うん、でももったいないな。もういっちゃいましょう。あ、8、9、7、7の、9か。8、9、10、11、12、13、14で15。あ、マップ下をこちる落ちなければね、外れになっちゃうんですよね、これね。でも上半身入れると確実に残る可能性出てくるんですけど、どうしようかな、迷うね。3つだけ入れようか。そうしよう。はい、9日目。これで、うん、ね、回を送ってくれればラッキーなんですけどね。はい、次柔軟性が40。まあ一種の賭けやね、倉間口さん、室町さんに関しては。まあ、桁振り持ってるわけじゃないからね、ある意味いいんかもしれない。桁振り持ってるとね、北山さんみたいになっちゃうけど。
柔軟性40、あと2回やから瞬発も次で40乗るからね、まあいい感じですね。40切らんと小遣い上げれると。60ね。11日目。北山さんは64、次の場所で上半身が75になりますんで、さあこれで3つとも40なりますんで、秋場所は調整ができる。あと何回小遣い渡す形になるかですよね。3回。ああ、もうしゃいっとこうかねえ。はい、12。あ、そっか、11、12、13、14、2のやつを一個ずつ開けていけばよかったのか。まあいいかはい、これでこのダンさん明日またお小遣い。これはしくったな。まあいっか。うん。はい、13日目いきましょう。はい、小遣いよいしょ。はい、ごっつぁんです。まあ大体調子はもう分かっていただけたと思うんで、で、集中力と下半身だけ鍛えてか。はい、14日目。
伝技研究。もう14やからね、たとえ明日小遣いあげたとしても、13の3の2やから18やから、822で、12やからね、300超えた状態になるんで、もうね、複数上がることはなくなってますからね。はい、では、ラストですね。技研究若手は、はい、はい、はい、よしよし、はい。おいおい、広がった広がった。はい。あ、こっちは早くやった。クラモグさんも終わりそうやけどね。はい、下半身。で、持続力だけ来場所入れて、そこから上半身いきましょう。したら、8ポイント、7ポイントでね、いけますよね。はい。で、64と。はい。では、技確認しましょう。衣棚3。確かに小技が多いね。巻き返し、猫魂、おっつけとね。で、けたぐり。あ、突き落とし覚えた。おー、そうか。寺の内さんは、巻き返し、絞り込む。下手出し投げ。3ページに覚えないんですよね。クラウンデさんが覚えんかったよね、今回。下手投げだからね。はい、ではこれで、やっていきましょう。もう、迷ってたけどしょうがない、ね、しょうがない言ったらダメやね言い訳してるみたいですからね。はい、また本場所もお楽しみにしておいてください。それではさよなら。